北上川。北上川は岩手県中央部を北から南に流れ、宮城県東部の石巻市で津波湾に注ぐ一級河川。北上川水系の本流であり、流路延長2 4 9トル、流域面積1 1 5 0トルは、東北地方の河川の中では、最大で、日本全国では4番目の規模である。日本の河川としては、 勾配がかなり緩いことが特徴である。岩手県岩手郡岩手町の湯はずの泉に源を、し、盛岡市、花巻市、北上市、奥州市、一の関市などを通って北から南へと流れる。宮城県登米市で旧北上川を分け、洪水防止のため改作された新北上川に入る。東へ向きを変え、石巻市の旧北上町地区で津波湾に注ぐ。 旧北上川はそのまま南へ流れ、石巻市で石巻湾に注ぐ。宮沢賢治、花巻市、石川拓木、森岡市など、流域出身者の作品にも取り上げられた。花巻市の東部、猿ヶ石川合流点の西岸は、宮沢賢治が、ドーバー海峡を想起し、名付けた、イギリス海岸が、あ、西岩井軍平泉町には、 北上川が一望できる吉爪堂がある。北上川流域には日本ハリストス星境会の教会が多く分布している。これは明治初期における北上川の河川交通との関わりが深い。川の名前は日本初期に出たが未だに位置を特定されていない北上国に由来すると言われる。北上国の母なる川という意味で北上と呼ばれたが後に点火して 北上となり、やがて北上と当て字をするようになったと言われている。北上川流域には、平安時代末期に、藤原清平が中流域の平泉一帯に大勢力を築いていたが、欧州藤原氏、中世においては、在地の小豪族による争いが繰り返された。このためたびたびの水害に悩まされながらも、流域の治水、開発事業はほとんど、手付け数のままであった。 天正18年、1590年、豊臣秀吉の欧州市沖によって、北上川流域の在地豪族のほとんどが海域で、南部の部長が上、中流域を、伊達政宗が下流域を支配することになり、江戸時代には引き続き南部市の森岡藩と伊達市の仙台藩によって統治された。北上川流域の本格的な開発が始まるのは、この両藩によってである。 まず地水面については、仙台藩では、寺池城主、白石宗直、相模主が、慶長十年1605年に、佐沼で合流していた北上川と浅間川の分流工事に着手。慶長十六年1611年に完成した、この堤防は、相模土手と呼ばれ、これによって、栗原軍、留郡一帯の神殿開発が促された。さらに、宗直の子、 白石胸貞、若狭守るの第2は、若狭土手が完成し、治水はさらに強化された。一方の森岡藩では、信直が晩年に居城を森岡城に移したが、北上川、雫石川、中津川の3本の河川が合流する、この地点は、頻繁に洪水の被害を受けた。第三内藩主、南部重信は、森岡城下町を水害から守るため、遠方8年。 1680年に雫石が後、北上川の合流天岩石を投入して、水性を弱める工事に着手。この事業は、元禄十五年、1702年、第五代藩主、南部神聞の代まで続けられた。利水面においては、仙台藩領の言武安積はよく知られている。北上川本流は高毒によって汚染されていたため、直接水を引くことができず、取水は、 支流の河川から行わざるを得なかった。伊沢軍においては、伊沢川の河水を利用していたが、天候による流量の増減が大きく水の安定供給が求められていた。そこで元内四年、1618年、伊沢軍、福原管主後藤寿安は、軍内の考えに供するための用水路を整備する事業に取り掛かった。ところがキリシタンであったことぶき安は近況令に、 従うことを拒んで、仙台藩から出本したため工事は頓挫する。しかしこの事業の重要性を認識していた正宗は、官営2年1625年に、仙田様と遠藤大学に命じて、工事を再開させ、官営8年1631年には、全長約43.0キロメートルに及ぶ、用水路が完成し、伊沢郡内の 約 3000hA に及ぶ田畑への給水が可能となった。この、コトブとアンゼキは、河川の水位を利用して、銅、ドと呼ばれる水管が水量を細かに調整する、再本式の設備備備えており、これにより安定した水量を水田に供給することが可能となった。これらの治水、利水事業の成果により、仙台藩は表高62万国に対して、 実高百万国、森岡藩は表高十万国に対して、実高十三万国とも言われる収入を得て、収穫した米を江戸、大阪等に運んで売却した。工事に際しては、当時は、迷信が幅を利かせていたこともあり、水神のたたりを沈めるためとして、人柱が建てられ、その秘話が今に伝えられている。代表的なものとしては、若さ土手を築く際には、 おつるという女性が生き埋めにされ、宿内川に戦艦石帝、元六四年、1691年完成を築く。際には、お石という女性が戦艦で飼われ、牛と共に水人に捧げられたと伝わる。また、北上川中流域のシワ軍、我が軍、冷え抜き軍では、支流河川の流量が少ないために、水争いが絶えず、特に、シワ軍では、俗に、 シワの水減価と称される死者が出るほどの激しい構想が繰り広げられた。これらの地域における水不足の根本的な解消は昭和27年1952年の山農会ダムの完成を待たなければならなかった。明治時代に入ると政府主導による治水工事が各地で行われたが、その代表的なものに旧内務省による北上川改修工事事業がある。 北上川は、かつて、石巻を貫流して、仙台湾へと注いでいたが、度重なる洪水から石巻などの下流地域を守る、ため、下流域の手前から分流させる工事に着手することとなった。1911年、明治44年から1934年、昭和9年までの23年をかけて北上川を、富士市付近で羽川である津波川を利用した。 改作工事を実施。旧北上川と新北上川に流れを開け、新北上川を放水路として、東の津波湾へ移させた。旧北上川についても1920年、大正9年より1932年、昭和7年まで12年の期間をかけて北上川の分流工事と川の改修工事を行い、分流関として、時府荒井関、脇谷荒井関が建設され、 水運確保のための脇谷公門も設置した。また、分流地点より、下流には、飯野川河道石が建設され、洪水調節と溶水確保が図られる。一方、江戸時代に波間川との合流工事が実施された、エア川も、北上川と同様に洪水を分散させるために、新エ愛川を開作。 成瀬川に合流させることによって、仙台平野の水害を防除することを試みた。水運整備では、ノビル畜港の建設に合わせて北上川と、成瀬川河口を結ぶ北上運河が1882年、明治15年に竣工した。この他にも仙台湾沿岸で運河の整備構築が行われ、成瀬川川口と松島湾の間には、透明運河が開作され、 松島湾から阿武熊川川口の間では既存の水路が改修されて、一続きになり、低山運河となった。こうして、北上川はこれらの運河群を通じて、ノびるや塩釜、阿武熊川と結ばれることになった。1960年代後半に、仙台港建設の影響で、低山運河の一部は失われ、現在、北上川から運河を通じて結ばれているのは、仙台港までである。 昭和に入り TVA テネシー側流域開発公社の影響を受けた当時のダム技術理論の第一人者物ノノベオサ水系を一貫して総合的な開発を行うことにより治水、水力発電、灌溉、浄水道といった複数の目的を同時に果たすことを可能とする下水統制計画案をまとめた。これは内務省官僚青山総によって採用され、 1938年、昭和13年に、全国の7河川と諏訪湖を対象とした、下水統制事業が実施されることとなった。東北地方では、おいら川と浅瀬石川が対象となっている。北上川についても、一関市より、登米市に至る流域は両側に山地が迫り、川幅が急に狭くなる地形となっていた。いわゆる、北上川岩協作部によって、 洪水流化能力は阻害され、一関市は特に洪水の被害が頻発していた。これに対し内務省はダムによる洪水調節を行って、一関市古前寺地点で洪水流量を浸水が起きない程度に低減させることとした。これは北上川上流改修計画と呼ばれ、その根幹事業として北上川、本川、雫石川、猿ヶ石川、我が川、 伊沢川の岩手県内主要支線におけるダム計画が立案された。いわゆる北上川古代ダム事業の誕生である。内務省は一番目に猿外市川中流部にダム建設を計画した。これが多世ダムであり、国が直轄事業として建設に着手したダムとしては最初の例である。1941年、昭和16年より工事は開始されたが、 太平洋戦争の激化により事業は1944年昭和19年8月の決戦非常措置要領の発令により中止となった。終戦後、内務省は北上川上流改修計画を再始動させたが、当時は極端な食料不足が問題となっていた。このため地水よりも農地開墾のための灌漑用水の整備が最も重視された。 このため北上川古代ダム事業のうち、灌漑効果が大きいと考えられた伊沢川のダム計画が優先され、終戦直後の1945年、昭和20年秋より工事に着手されている。この石淵ダムは日本で最初に事業着手されたロックフィルダムとして有名である。なお、最初に完成したのは岐阜県の小淵ダム、くくり川である。 瀬ダムの工事は中断されたままであり、なおかつ一旦、ダム建設のために立ち退いた住民に対し内務省は、開墾、工作のための帰京を認めた。この後再度立ち退きのための保証交渉が持たれることになるが、当時の食料事情による特殊な事例であった。一方、農林省、現、農林水産省は1947年、昭和22年より全国4水系において、 国営土地改良事業に着手した農業版河川総合開発とも言えるこの事業は北上川流域でも強力に実施された一大国草地帯でありながら北上川本川は酸性度の強い河川であったため利用できず干ばつの際には生産な水争いが各地で繰り広げられたこれを根本的に解消すべく国営産大海農業推理事業等の 国営事業を展開。山農会、ダム、滝永川、豊沢ダム、豊沢川、岩戸ダム、丹道川、荒戸沢ダム、二波山川等農林水産省直轄ダム建設、投資工や用水路を整備して、灌溉整備を行った。この結果安定した用水供給による農地拡大が実現し、仙台平野は笹木式をはじめとした。 日本有数の米の名産地となった。1947年、昭和22年のカスリン台風、翌1948年、昭和23年のアイオン台風と北上川流域には2年連続で台風が襲来。一関市等では立て続けに甚大な被害を受けた。宮城県でも低湿地帯の多い留め郡、栗原郡付近において被害は甚大だった。 内務省解体後河川事業を継承した建設省、現国土交通省は相次ぐ水害を受け従来の北上川上流改修計画の改定を迫られた。この頃は全国各地で水害が頻発しており、経済復興の阻害になると考えた経済安定本部は諮問機関である地水審査会に諮り、ト根川、信濃川、淀川当然国主要重水系を対象に、 多目的ダムを中心とした総合的河川開発を推進した。これが河川海底改修計画案であるが、北上川水系においては上流と下流で別個の河川海底改修計画が立案された。上流部は旧計画を発展させた北上川上流海底改修計画であり、北上川五大ダムの建設予定地や規模を変更して、一関市小前寺地点での洪水流量を さらに低減させることを目標とした。一方、下流部では、旧北上川最大の支流であるエアイ川が対象になったが、新エアイ川を通してナルセ川とも関連していることから両河川を一体化したエアイ川、ナルセ川海底改修計画が立案され、この中でエアイ川本川とな瀬セ川本川のダム計画が検討された。一方、宮城県土木部は、 ハサマ川の総合開発を独自に進め、第一次ハサマ川総合開発事業を実施した。その根幹として、ハサマ川本川に花山ダムを建設し、さらに、支流の自然湖である長沼の洪水調節地下や、南谷自由地の整備等を盛り込み、さらに AI 側にも、上流のなる故郷地点に、ダム計画を立てた。1951年、 昭和26年国土総合開発法が施行され、全国22地域を対象に地水、利水、地産等を包括した総合開発を行い、地域経済の復興と発展を目指した特定地域総合開発計画が実施された。当時特に経済発展が遅れていた東北地方は、とわだ、岩木川、青森県、あにたざ秋田県、西条、山形県、ただみ、 福島県と各県一箇所が指定されていたが、岩手、宮城両県に関しては、北上川の大規模総合開発による仙台市等の産業発展を目的に、北上特定地域総合開発計画が実施された。この中で建設省と宮城県、岩手県が個別に実施していた総合開発事業は統一された。岩手県内では、 石淵ダムに始まる北上川古代ダム事業が本格化。多瀬ダムの建設再開を川切に湯田ダム、和賀川、四十四殿ダム、北上川、五所ダム、雫石川が次々と計画、建設されていく。また、北上川下流では、飯野川河道関の老朽化に伴い同地点に、北上大関が建設されている。江合川では、宮城県が計画していた。 なるこダムが建設省に事業移管され建設。その宮城県は花山ダムを建設しさらに栗駒ダム、三波佐間川等をさらに建設。さらに第二次波佐間川総合開発事業を計画し自然保、長沼のダムか長沼ダムを計画した。岩手県でもやや遅れて補助多目的ダムの建設が始まり、綱なダム、中津川や入畑ダム、夏油川、 早やちダム、冷えぬき川が建設、計画された。このように多目的ダムを中心とした河川総合開発によって以前に比べて水害の被害は減少し、北上川の水質も44電ダムの完成以降改善され、現在は農業用として利用できるまで水質が改善していい。ただし水力発電に関しては電源開発によって達成。 石塩料ダムを利用した水力発電を行っているものの大規模ダム式発電所や溶水発電は行われていない。これは北上川の河川勾配が他の河川に比べ緩やかなことが起因している。北上川水系では比較的早い段階で総合開発が進められ北上川五大ダム建設計画も1981年昭和56年に 五所ダムが完成し1938年の北上川上流改修計画によって始まった北上川五大ダム事業を43年目にして完了した。宮城県内でも AI 川総合開発は完了し、県営の第二次波佐間川総合開発事業も長沼ダムを除き完成。農林水産省による国営土地改良事業もほとんどの地域で終了し、豊沢ダムは 岩手県に管理が移管されている。国土交通省東北地方整備局は、石淵ダム再開発事業として、伊沢ダム、伊沢川を2013年春行で建設した。これは、貯水容量が小さい石淵ダムの直下流に高さ132.0メートルのロックフィルダムを建設し、伊沢川流域の治水と利水をさらに強化することを目的としている。2013年、 平成25年の竣工で日本のダムの歴史に一ページを築いた石淵ダムは完全に水没しその役割を終えた。一方、1990年代に旋風を巻き起こした公共事業見直しの風潮は北上川水系にも影響した。現在、岩手県が建設を計画している柳川ダム、柳川については建設をめぐる賛否が議論されており、本体工事には 着手されていない。また、和田川支流の北本内側に建設が計画されていた北本内ダム重力式コンクリートダム86.0メートルが水需要の減少を理由に建設計画が中止されている。しかし、北上川水系は地水、利水を含め河川開発は極めて早期から行われており、事業はほとんどが完成または 工事に着手していた状態で、利根川水系や淀川水系などに比べれば、その影響は小さいのであった。北上川の河川整備は、戦後、流域を襲ったカスリーン台風、アイオン台風の後に、本格的に行われた。建設省、岩手県、宮城県により、北上川の本、支流に多目的ダムを建設し、洪水調節を図ろうとした。その代表的なものが、 北上川五大ダムである。宮城県では、江ア川、ハ間川を中心に総合開発が実施された。一方、北上川流域の農業において、最大の問題が、灌漑用水の確保である。かつて、北上川は、共産性の水質であったことから支流に頼らざるを得ない状況だったが、農地面積に対する流域面積の不釣り合いや、 昭雨がたびたび水不足を招き、北上川流域各地において構想が勃発した。このような状態に終止符を打つべく、農林省は北上川水系に大小の考え用ダムを建設、安定した農業用水供給を行った。このように、北上川水系の治水、利水は国土交通省農林水産省主体で行われた治水と考えが主であり、 水力発電に関しては、需要が少なかったこともあり、放送水力の割には、電源開発は小規模に止まっている。中、西蘭は、北上川古代ダム。高蘭は建設中のダム。2019年現在。2011年、平成23年3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震の巨大津波は、日本国内では、過去に例を見ない。 約5 0トルの訴状を観測するなど、海岸線のみならず北上川奥深くの沿岸地域に甚大な被害をもたらした。中でも痛ましいのが、多数の小学生が避難する途中に川から溢れ出た津波に巻き込まれて死亡した大川小学校の悲劇ある。河口の一部地域は未だに水没したままの状態である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。